アワクラ大輔は、日本の経済学者。学位は博士。静岡県立大学グローバル地域センター特任、助教、富士の国茶のとミュージアム客員研究員。中央大学経済学部人気性助教などを、歴任した。1984年10月に生まれた。同盟の学校法人により設置、運営される、中央大学に進学し、 経済学部の経済学科にて学んだ。2007年3月、中央大学を卒業した。それに伴い、学士の学位を取得した。さらに、中央大学の大学院に進学し、経済学研究科の経済学専攻にて学んだ。2009年3月、中央大学の大学院における博士課程前期、課程を修了した。それに伴い、修士の学位を取得した。 大学院生として在学中に、明治期日本製茶業史の研究、製茶再生と、産地、再生地間の聖茶流通を中心にと題した、博士論文を執筆した。2015年3月、中央大学の大学院における博士、家庭後期課程を修了した。それに伴い、同年3月19日付で博士の学位を取得した。2015年4月、母校である、 中央大学に採用され、経済学部の人気性助教に就任した。また、他の教育、研究機関においても役職を兼任していた。例えば、2016年4月より、病状学園が設置、運営する、病状大学にて、経済学部の講師を非常勤で兼任していた。2018年3月、中央大学の人気性助教を退任した。 2018年9月、県と同盟の公立大学法人により設置、運営される、静岡県立大学に採用され、グローバル地域センターの特任助教に就任した。また、他の教育、研究機関においても、役職を兼任していた。例えば、2019年4月から2020年3月にかけて、立教学院が設置、運営する、立教大学にて、 経済学部の講師を非常勤で兼任した。また、静岡県が設置、運営する、富士の国茶のとミュージアムにおいては、客員研究員を兼任した。横浜外国人居留地清水港専門は、経済学であり、特に日本経済史、日本産業史、茶業史といった経済史や産業史に関わる分野について研究していた。具体的には、近代の日本における、 経済史の研究や太平洋戦争の開戦前における日本の製茶業についての研究が知られている。横浜居留地など外国人居留地のお茶場で働く女性労働者について研究し、再生茶助行に対する助行愛史的な見方は修正すべきと指摘するとともに、明治の産業発展には既婚女性も大きな役割を果たしていたと論じた。さらに、 これらの流入口ともなる開口場に近く不可視化された空間という外国人居留地の性格や欧米人や新国人と日本人との間の摩擦性別や区割り分担思想の存在などを背景に明治の一時期に再生茶助行を蔑視したりアーレンだりする報道がなされていたと指摘したその上で生茶業史研究において再生茶助行に対する助行愛し的な評価が流布されたのは この一時期の報道をもとにしたものに過ぎなかったと指摘している。また、生茶業と流通に関する研究にも取り組んでおり、清水港が全国を代表する生茶室港であったことを実証するとともに、海鮮問屋が果たした役割の重要性や、清水港が横浜輸出入品の流通の結節点となっていたことなどを明らかにした。研究成果については、 論文や書籍として発表している。2016年には、茶学術研究会より、茶学術研究会奨励賞が授与された。また、総天舎出版より上司した、日本茶の近代史が評価され、2018年に、大日本茶道学会より、茶道文化学術奨励賞が授与されている。さらに、鉄道史学で発表した、明治期の東海道線開通と、 沿線地域産業、静岡県の生茶業を事例としてが評価され、同年に鉄道私学会より住田奨励賞の第一部門が授与されている。学術団体としては、社会経済私学会、ジェンダー私学会、鉄道私学会、政治経済学、経済史学会、茶学術研究会、地方史研究協議会などに所属した。ありがとうございます。